白四味は2007年に中国に逃れた脱北者で2009年から韓国を拠点とする人権活動家。教育的かつ政治に対して積極的な過程であったが1990年代における北朝鮮の強硬化では闇取引を行うようになった。父親が密輸に関与して強制労働処分になると家族は上に直面する。 中国に移住したが、母親と共に人身売買の被害に遭い、後にモンゴルに逃れた。彼女は現在、中国における人身売買を世界に訴え、北朝鮮及び世界の人権問題のために活動している。パクの名はアイルランドのダブリンで開催された、ワイヤングワールド2014サミットにおけるスピーチによって世界に知れ渡った。 彼女自身の脱北経験に関するスピーチは、YouTube 等の SNS で、2日間で5000万回再生され、現在は8000万回を超えている。2015年9月には、電気、生きるための選択、少女は13歳の時、脱北することを決意して川を渡ったが出版された。1993年10月4日、北朝鮮両行動、エサン氏生まれ、 父親は朝鮮労働党の一員として、エサ山市役所で働く、公務員、母親は朝鮮人民軍陸軍の看護師だった。ユンミという名前の姉がいた。父親は後に、ピョンヤンで金属の密輸事業を行い、一年の大半は妻と娘をエサ山に残したまま働いていた。違法な事業を行った罪で、父親が投獄されるまで、家族は、 北朝鮮の一般的家庭よりは裕福であったという。父親は違法取引の罪で逮捕され、重労働を宣告された。彼女が北朝鮮政府による抑圧に気づき、金一族に対して疑問を抱き始めたきっかけは、密輸されたタイタニックの DVD を鑑賞したことだったという。彼女は映画を通して本物の愛を知り、自由とは何かを学んだと語っている。 家族が一同再会すると、パクの父親は家族に対し、中国へ逃れるように強く説得する。一方彼女の姉ユンミは、家族に告げることなく、中国に脱出していた。パクと家族は、ユンミの逃亡によって、家族全員が罰せられる懸念があったが、脱北ブローカーの働きにより、北朝鮮を脱し、中国に逃れた。中国人と韓国人のキリスト教宣教師の手引きで、 家族はモンゴルに移動。さらに、韓国外交官の手助けでソウル特別市に移住した。波乱万丈な逃亡生活は2009年に終わり、パクは北朝鮮の人権問題のために戦う活動家として本格的に指導した。中国パクら家族は中国との国境を越えて脱北した。2007年3月30日夜、 人身売買屋に手引きされたパクと母親は極寒の川を渡り、三つの山を越えて中国国境を目指した。一方父親は山を抱え、脱出の足手まといになることを嫌い、一人北朝鮮に残った。中国国境を越えた後、パクと母親は吉林省に向かった。姉のユンミを探すべく、 人身売買屋に居場所を訪ねたが、何も情報がつかめなかったため亡くなったのだろうと考えた。韓国系の住民が多い町であったことが幸いし、当局の目を交わし、宣教師の助けで、モンゴル経由で韓国に逃れる機会をつかんだ。モンゴル2009年2月、人権活動家と宣教師の援助を受けて、モンゴルにたどり着いた二人は、ゴビ砂漠を旅して、 韓国の外交官の手引きで亡命することを計画した。モンゴルの国境に到着した時、警備兵に制止され、中国に送り返すと脅された。二人はナイフで自殺すると決めた。この行動を見た、警備兵は逮捕という形で、二人を通すことを許し、モンゴルの首都ウランバートルの拘置所に拘束することとした。4月1日、二人はチンギスハーン国際空港に送られ、 韓国へ飛ぶことを許された。ついに自由を得た彼女の心は、安堵感に包まれると同時に、税関職員の通って、よしの合図に大いに驚いた。韓国韓国にてパクと母親は韓国での新生活に苦戦したが、店舗作業員、ウェイトレスとの仕事を手にした。パクは、仕事の傍ら、ソウルの東北大学校に通った。2014年4月、 韓国の情報機関から姉のユンミが中国、タイ経由で韓国に逃れていることを告げられる。ついに、パクと母親はユンミと再会した。アメリカ2014年、活動家としてのフィールドを拡大すると同時に電気を完成させるべくニューヨークに移住した。バーナード・カレッジで学ぶ傍ら、コロンビア大学の教養学部を受験し、2016年の秋学期に入学した。 現在、経済学の学位取得を目指している。2018年、オスルフリーダムフォーラムにて、脱北後は、ワシントンポストへの当初、ガーディアン氏のインタビューを受けるなど、北朝鮮での経験を積極的に発信した。フリーファクトリーコーポレーション、自由経済市場のシンクタンクなど、韓国の活動家プログラムに、ボランティアとして参加し、リンクのメンバーとなっている。 2014年の6月12日から15日にかけて、カリフォルニア州マリブのペパーダイン大学で開催されたリンクの集会に参加し、同じく北朝鮮系の活動家であるジュリアン、ソンミン・リーラと共に、北朝鮮の実情と脱北者に対するリンクの支援の啓発活動を行い、チャンマダンキャンペーンを担当した。北朝鮮に来る観光客は、金正日と、 近日成の像に礼をするよう求められることなどを暴露した。彼女曰く、こうした海外からの訪問者が指導者を強く愛し、従順であるかのように演出することで政権のプロパガンダを助長する手法である。BBC の2014年の女性100人に選ばれており、ヘレナグループのメンバーでもある。バースで行われたテレックス、ダブリンで行われたワイヤングワールド、 オスルフリーダムフォーラム等有名なイベントで自身の脱北経験を講演している。世界の人々が脱北者の苦境と脱北者たちの自由のためにできることについて啓発するため、ポッドキャスト番組ノースコリアトゥデイにてケイシー・ラルティーグと共に司会を務め、北朝鮮に関する話題、脱北後の人々の生活などを5回にわたって放送した。 2017年1月1日、SNS にて結婚を報告。相手はエゼケールという男性で、2018年には第一子となる息子を出産した。北朝鮮と韓国の統一には慎重な意見を持ち、北も南もなく、皆等しく、朝鮮人であると考えている。自身と他の脱北者たちが、北朝鮮の人権問題をこわだかに訴え続ける、ことで、 変革を起こすと信じており、ナショナルレビュー誌で明かした彼女の推定は、中国共産党、ベトナム共産党のように、北朝鮮の政権も変わる。北朝鮮の共産党が、今後も、政権を握り続けるには、他に道はないというものだった。またそれにより、金一族は人民に寄り添い世界に向けて、よりオープンな国家となることができると語っている。さらに、 北朝鮮の闇市であるチャンマダンが外部のメディアや情報への大きな入り口となっている現状から社会を変革し成長させる可能性を秘めていると考えるもし生まれ変わった北朝鮮に戻ることがあったら金政権の抑圧で貧困を余儀なくされていた人々に豊かさと自由をもたらした仲間に会いたいと語っている自国民を虐いたげ続けた金正恩を残虐な 指導者であると断じており、彼は犯罪者であり、人殺しである。権力の座につくや、否や、映画を見た、聖書を読んだというだけで、たった一日で80人もの人々を処刑した、脱北を試みる者を射殺するよう命じた、非常に残酷な若き指導者だと述べている。時折、発言に一貫性がないことに関しては、当時の英語力の低さや、 子供の頃の記憶が曖昧であること等が原因であるとしている。ありがとうございます。